行為をやらなく、今日はやらないと決まったのはいつですか。ですね、それはですね、昨日ですかね、おとといですね、に書類が整備できないと、この程度の書類の収集状況だと、これは審議されても、これは先生方にご足労をおかけするだけだということでございます。それはそれが関西電力の協力が足りないということですか。そうです、はい、はっきりとそうです、はい、それは事前に言ってあったにもかかわらず、はいはい、上がってこない。出てきたのは、当時 その現地調査の時 その議事録ですかね、議事メモは出てきました。ですから我々はそれも含めてですね、そのいわゆる写真なりですね、そういったものが本社のまで、いわゆる下請け業者までたどってそれを出すようにというように要求してましたけど、そこまで出てこなかったというのは実情です。出てこなかった理由を関西電力は何と言ってるんですか。一生懸命探したと、探したけどなかったということなんですね。で再度またそれも探してもらうよ、私の方からは その時に申し上げています。ちなみに次回はいつを予定なさってますか。ですね、2週間後ぐらい予定してますけど、今先生のスケジュールを調整しているところで。そうすると世の中の人はもう大井が次4号機も動き始めるじゃないかと、もう事前にそういうものを作ってしまおうってからと考えているのか。いや、そういうことではございません。我々としては必要な書類を揃えてから先生方に見ていただくというのは、今回総ざらいといいますか、全国の発電所についてきちっと対応していくということでございますので、こちら側ではなく関西電力側がそういう思いで遅らせているのではないかと、はい、そういうふうに見る人もいると思うんですが、うん、我々はそういうふうに考えてございます、はい、大臣に、説明をしたっていうのは、何をですか。その大井の関係の資料が揃わないっていう、昨日でございます、はい、で大臣は何ておっしゃる。まあ、そこはきちんと情報収集して、はい、書類揃えてから、審議した方がいいんじゃないかということです。これその一昨日の段階で来ないものが2週間経って見つかる見込みははっきり言ってないわけですよね。いや、そこは彼の 断言はできないと思います。そこはまだ関連とかそのコンサル探せという、探せということです、はいはい、傍聴者の方と別会場に決まったのはいつですか。これは、昨日ですね、昨日の夜です、これは警備の都合上といいますか、警察からの要望もあったんで、ここは警察にはいつも傍聴人の方 のどういった方が来るかということを相談するんですが、その時にやっぱり警備の都合上やっぱり分けていただけないかというようなこともあったんで、昨夜判断しました。この第18回だけなぜ変わったんですか。そういうことで、いわゆる傍聴人の方のリストを見てですね。傍聴人のリストに顔、名前とかそういうことですか。そうですね、それを見てですね、そういったことでやっぱり判断させていただきました。それ事前告知は一切なさなかった。事前告知はなかったですね、昨日の夜判断しましたから。もちろんその点は大臣まで挙げております、夢のうちに入る。